エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は7月の15日から21日までのジェネラルリーディングで C のカードを引かれた方へのメッセージです。はい、 C のカードなんですけど、こちらの、38番のカードで Goddess Lakshmi and Dendritic Agate という Her Golden Grace というカードが出ています。これ前にも出てきましたね。で、私これが出てくるといつもこのカードを引くんですけど、前に出てきた時にもお伝えしたように、このデンドリティックアゲートというですね、ちょっとまあピクチャーアゲートとも言うんですけど、中にこうシダのような植物が入ったように見える模様というかね、そういうインクルージョンが含まれているものなので、よく、そのデザインを切り取ってブローチとかペンダントのトップとかで売られてることが多いんですけど、ちょっとお友達に、私が持っていたのをあげてしまったので、私今持ってないんですね。で、今日はいつもこれが出てくるとこのカードと一緒に瞑想するんですけど、このカードまず本当にすごい綺麗なカードですよね。で、この光、白いもう宇宙の光、白光にですね、緑色とピンクとか、まあ、紫もありますよね。だからこれってやっぱりこうハートのこう本当に癒しの色だし、ハートの茶そのものだし、そしてこのラクシュミという女神様はインドの、豊穣の女神様なんですよね。美と富と豊穣と幸を司る女神様。その女神様がハーゴールデングレイスですから、金色のこうグレイスね、恩寵、恵みをですね、今与えてくれてるよというカードです。はい。で、本の方でね、見るとちょっと分かると思います。なんかすごいですね、パトカーが。ラクシュミはセルフウォースって書いてありますね。あ、見えます？ちょっと見えるかな。だからやっぱり自分をしっかり認めて、価値を認めていくこと、すっごいこれ大切な今テーマだと思いますけど、それと、デンドリティックアゲイトはプレンティーですね。中に本当にたくさんのものがインクルージョンしてるんですよね、含まれてて。で、マニフェスティングスルーリミットレスネス、こう限界がないこと、リミットレスネスですね、リミットレスネスを通してのマニフェスティング。だからこのカード引かれた方ね、私もこの C を引いたんですけど、本当カードをシャッフルする時っていうか、シャッフルする前に瞑想してる時にドバーンと C しか出てこなかったので C を選んだんですけど、今このカードが出てる方はね、やはり今本当に宇宙からの恩寵がたくさん来てるんですよ。なんか大きくブレイクスルーしていく直前のことだと思います。例えば私の場合も本当に新しいフェーズに入ってきますね。サービスとしてウェブナーを通して、今度皆さんにもっとたくさんの皆さんに無料ではお伝えできなかった有料のコンテンツで、を提供していけるような、今そういったことで初めての取り組みで、本当に事務作業も大変でなんですけれども、本当に今日の段階で240人ぐらいの方が申し込んでくださって、本当に受け取ってくださってありがたいなと思ってますけれども、やはりそういった時にね、時々やっぱりこう私たちの心癖ね、ついつい自分の中にリミットをこう置きがちなんですね。で、このラクシュミーの、カードが出るたびに祈ると、ものすごい本当にね、こうわーっと広がっていくエネルギーがきます。ハートのところにこのカードを載せてですね、持ってる大変なので、今日はちょっと横になりながらこう祈ってたんですけど、本当に自分の世界がこう宇宙のそのグレースの中に包まれてですね、こう広がっていくようなエネルギーを感じます。だから今皆さんね、このカードが出てくるときはラクシュミセルフワースと言ってますけど、やはり自分の力というのがとかね、自分がありのままでいることをまずしっかり受け取って、宇宙と一緒につながっていくときに、もう本当に自分では考えられなかったようなサクセスが起こってくるんですね。これ今週のオラクルカードリーディングでフィジカルレベルで起こってきてることですよね。で、これと
これはものすごく連動していると思います。でこれをしていくためにやっぱりしっかりコミットメントをして、エネルギーをしっかり使ってですね、あとは導きに任せてフローしていく、あとはもうインスピレーションとフェイス、本当に今週のオラクルカードのジェネラルリーディングが出てきたことをこうどのカードもね、みんなサポートしてくれてると思うんですけど、これは本当に最初のカードはグレースでね、これもゴールデングレースでしょ。だからそれをするためにラクシュミーはその人その人の一番大切な、サポートをしてくださるそうです。だから今皆さんがどんな状況に置かれているか分かりませんけども、例えば私の今の状況だと、今私は英語で言うとスワンプって言うんですけど、本当にもういろんなことをやらなきゃいけないので、今分かってはいたんですけど、ちょっとかなりオーバーワンなんですね、圧倒されてるんですね。でも今一つ一つをこなしていく、で本当はもうオラクルカードリーディングもエネルギーダイブもちょっと全部できるかなっていうぐらいなんですけど、でも一つ一つあれもやらなきゃこれもやらなきゃ頭の中で考えるともうちょっと大変すぎる、今日もマウリ先生からまた宿題が出てきてそれもできてないっていう、そちらにフォーカスしてしまうと苦しくなるので、今を生きてですね、一つ一つやはり鑑定の、今日またこの後根治鑑定があるので、その方のためのこれからオラクル引きますし、そういったことをこなしていくことを今を生きてます。でそれは自分の覚悟の上でやってることなので、できなかったらその道がついてないので、やっぱりできるんだろうなということで、それが恩寵なんですよね。だからこのゴールデングレースというのは、その人その人に合わせて時にはハードウェイが来ます。自分が思った通りにならないようなことも起こってきたりします。でもそこに今置かれている状況は全て自分が本当に自分のこうリミットをね、もう条件付けで自分はこうだっていうふうに檻にはめてきた自分を解放するために、宇宙がラクシュミが私たちに与えてくれている大きな、なんていうのかな、グレースなんですよね。そういうふうにアラナさんも言っているし、私もそう思います。ですから、ちょっと今とても苦しくて厳しい立場に置かれている方、環境に置かれている方は、何かそこを通して自分の中の恐怖とか、ね、自分で制限かけているところがあるかどうか、この上司がこうだとかお父さんがこうだから、ご家族がこうだからというふうに自分の外側に利用して、その人のせいで自分ができてないと思っている自分がいたら、もしかしたらそれはですね、その誰かのせいにして自分を型にはめることを許している場合も多いですよね。でそれよりもやはりそこを自分がどう取り組んでいくか、ここから何を気づくんだろう、何が自分をこう縛ってるんだろう、そこを見つめていくときに多分何か大きな気づきが得られるような今時に来てるんだと思います。この1週間後の獅子座のゼロ度の新月というのは非常に象徴的な新月です。ゼロ度というのはね、そして2回ある同じ新月が獅子座で2度あるスーパームーンですよね。そしてスーパームーンじゃなくて何ですか、2回あるの、ブルームーンって言ったかな、ちょっと名前忘れましたけど、でそれが皆既日食になるわけじゃないですか。だから今その獅子座の新月に向けて大きくエネルギーがシフトしていく前に、この蟹座の太陽と火星がいる今の星の配置をしっかり利用してですね、今与えられている状況が最善、一番最速で自分を解放していける状況なんだということを、まず自分のハートでしっかりとアクセプトしましょう。ラクシミは本当に宇宙というのは慈愛そのものなので、その人その人に合わせたサポートをしてくれます。とても厳しい状況にいる方は それが一番早い手っ取り早いというかね、そこを通さないと先に行けないから、そういう状況が来ています。人によってはとてもそれだけハーシュなね、厳しいことをは今対応できないような
魂というか状況の方はそれをサポートするのは緩やかなサポートが来ているはずです。だからどんな状況であっても、あ、今私が本当に自分らしく、そして自分の価値を認めていくために一番必要なことが与えられているんだなと、このカードを引かれた方、まずそういうふうに今週は捉えてみて、もう一度今皆さんが置かれている状況を見ていくことがとても大切なような気がします。そして、それに気づいたらしっかりとですね、恐れを手放していきましょう。そして大事なことは、例えばね、これ本当そうなんですけど、何か一つ受け取って願ってきますよね。そうすると、あ、もうこれ以上受け取ってしまうと、なんかね、ある程度いくとそれ以上になると、人間の考え方だとまたこうリズムになってこうなってしまうんじゃないかと思って恐れが出てきちゃうんですね。このカードを伝えてくれることはプレンティだし、リミットレスネスですから、もう宇宙に任せて道がついたところは全て受け取ろうという気持ちで前に進むことが大切なんだろうなと、私は今そういうふうに自分で思っています。皆さんはどうでしょうかね。できるかな、大丈夫かなって、私も一瞬頭で考えるとそう思ってしまったんですけど、でもやっぱりパンとひらめいてこれをやっていこうというふうにこうガットフィーリングがあったので、今一つ毎日毎日をその時その時を時々体がすんごい、この間の満月の前とかもね、辛くなった時はどんなにやらなければならないと頭が思っていることも置いてですね、体に合わせて休んだりとかもしています。で、そうした中でそのできてないことに焦点を合わせるのではなくて、必ずできると信じてですね、今の目の前のあることを一つ一つこなしていく、今それがとても大切な時なんだろうなと思っています。はい、このカード引かれた方ね、ぜひですね、このデンドリティックアゲートをお持ちならば、日本語でなんて言うでしょうね、このデンドリティックアゲートね、もちろんそれで瞑想なさるといいと思いますけど、ない場合はどんなアゲートでも結構ですから、それと何か自分の好きなアバンダンスを象徴するような、例えばそうですね、アベンチュリンとかね、あとペリドットとか、あとはそうですね、翡翠なんかもいいかもしれませんね。あと、まあ、シトリンとかね、 あとはそうですね、トラメイシなんかもとてもグラウンディングするいいエネルギー持ってますから、そんななんか自分がピンとこう感じるもののクリスタルと一緒にですね、瞑想してみることも大切だと思います。そして自分の中で何か、受け取っているのもにもかかわらず、ちょっと心の隅の方で恐れを感じているような自分がいたら、それがいけないんじゃないですね。そういう自分をしっかりと受け取って、そしてラクシュミーと一緒につながっていきましょう。ラクシュミーと惹かれると、4つの腕がついた綺麗な女神さんがいらっしゃいます。レンゲの花と目、レンゲの色をした肌を持って、レンゲのこう衣を着ている、女神様のことです。そしてビシュヌ神でしたっけ、ヒンドゥー教の最高神のビシュヌ神の妻とされているそうですけれども、やはりですね、プロスペリティというのは宇宙とつながると必要なものがきちっと入ってくる、それが繁栄なんですね。で、このカード引かれた方、本当にそういったことが今導きが来ていると思います。私自身も本当にそうだなとこのカードを引いて思います。で、いよいよですね、獅子座に、新月を迎えてですね、まさしく獅子座のノードのこの、ウェビナーにぴったりの季節が来ますので、この1週間とてもとても大事だと思います。新月の前はですね、満月の後の新月になるまでの期間に満月で手放したもの、そしてその手放したものの中からまたいろんなエネルギーがその手放したところに入ってきていることをしっかり受け取って消化する中で、新しい新月でどんな種をまこうか、そういったことを少しですね発酵させていく、とても大切な1週間になりますから、皆さん、それをしっかりと受け取ってですね、楽しみを祈ってみてください。はい、
それでは素敵な1週間をお過ごしくださいね。そしてまだウェブナー申し込んでない方、ぜひぜひご参加ください。必ず何かあっと気づかれるようなことがあると思います。そして、進化先生学だけじゃなくて、先生学の基本のストラクチャーをざっとですけれどもご説明していきますので、今までよりも動画も分かりやすくなるかと思います。はい、それでは素敵な1週間をお過ごしください。 Thank you so much and so much love.